ゲロー、カズマタズヨー。実質 WBA と WBC の王座を統一した渡辺二郎選手はスーパーフライ級では無敵を誇り、勝間選手との防衛戦でも試合中にヘアスタイルを直すほど余裕を見せ、勝間選手のパンチを見切り、タイミングのいいパンチを的確にヒットさせ、一方的にダウンを奪っていきました。王者渡辺選手は第4ラウンドに強烈な右フックと連打からの右アッパーでダウンを奪い、そして第7ラウンドにも2度ダウンを奪い、4度目のダウンとともにレフリーが試合をストップしました。勝間選手を破った3ヶ月後、渡辺選手は敵地韓国に乗り込んで、ユン・ソクハンを相手に防衛戦を行いました。渡辺選手は実力差がありすぎるからか、この試合でも一方的な展開となり、初回に右フックで、第2ラウンドには左ストレートでダウンを奪いました。起き上がった挑戦者に対し落ち着いて連打を浴びせ、挑戦者の反撃も簡単に防御し、カウンターの右フックでこの試合3度目のダウンを奪いました。25勝 17KO1 敗の渡辺選手に唯一黒星をつけたキム・チョルホはユン・ソクハンのセコンドにつきましたが、キム・チョルホのアドバイスも虚しく、渡辺選手は次々とダウンを奪っていきました。渡辺選手が6度目のダウンを奪ったところで、ユン・ソクハンは失神しました。誰にも負けへんのですよ。ヴラディミール・シドレンコ、ノニト、The Philippine Flash Doniaz。 フライ級とスーパーフライ級で世界王者となったノニト・ドニアはバンタム級に階級を上げて、元 WBA 世界バンタム級王者ウラジミール・シドレンコと戦いました。ドニアは硬いガードの上からスピードあふれる左ジャブや右ストレートを叩き込み、左アッパーから右ストレートのコンビネーションで初回早くもダウンを奪いました。当時24勝 16KO1 敗のドネアは28歳になったばかりで、動きにキレがあり、キャリアで一番強かったと感じさせるほど、元世界王者シドレンコに付け入る隙を与えず、一方的に攻撃をし、第3ラウンドも相手の右に左フックを合わせてダウンを奪いました。完全に主導権を握ったドネアは第4ラウンドを一方的に攻め、シドレンコはカウンターを警戒し、なかなか打ち込めず被弾が続き、左フックから右ストレートで膝をつかされ、元世界王者同士の対決に終止符が打たれました。
1988年に WBA バンタム級王者として初来日したウィルフレッド・バスケスはムグルマ選手相手に引き分け防衛を果たし、その後スーパーバンタム級とフェザー級の王者として横田選手、葛西選手、渡辺雄二選手を相手に防衛に成功いたしました。中でも葛西選手と渡辺選手との防衛戦では強烈な強さを発揮し、衝撃的な KO 勝利で防衛いたしました。WBA 世界フェザー級王者バスケスは渡辺選手を破って防衛した後、防衛回数を4度まで伸ばし、1998年4月 WBO 世界フェザー級王者ナジム・ハメドに挑戦いたしましたが、ハメドの変則的なスタイルに対応できず、3ラウンドにカウンターをもらってダウンを喫しました。WBO 王者ハメドは29戦全勝 27KO、 そして WBO 王座を9度防衛中の絶対王者で、バスケスのパンチをことごとく見切り、6ラウンドにもダウンを奪いました。続く第7ラウンド、ハメドはカウンターの左を決めてダウンを奪いました。起き上がったバスケスに焦らずにカウンターを決めながらじっくり弱らせて仕留めに行きました。37戦全勝 34KO という戦績を誇るジョージ・フォアマンは WBA、WBC 世界統一ヘビー級タイトルマッチに挑戦いたしました。世界王者ジョー・フレイジャーも29戦全勝 25KO の戦績で当時最強と言われておりましたが、フォアマンは王者から1ラウンドに3度、2ラウンドにも3度のダウンを奪い、2ラウンド TKO 勝ちで王座を奪取いたしました。フォアマンは初防衛戦にホセ・ローマンを迎え、日本武道館で戦いました。大柄のフォアマンは挑戦者ローマンを圧倒し、コーナーに詰めて左右のフックをブンブン振り回し、ゾウも倒すと言われたパンチがわずかに当たり、ローマンはしゃがみ込みます。再会後、怯えたローマンに右アッパーを炸裂させ、ローマンは吹っ飛ぶようにダウンいたしました。ローマンはよく起き上がりましたが、王者フォアマンはゴーダをものすごい角度で振り回し、右パンチがローマンに炸裂すると、ローマンは崩れ落ち失神いたしました。